江戸城天守日光東将軍陽明門江戸幕府は江戸時代における日本の武家政権。1603年に徳川家康が征夷大将軍に任官し、江戸を本拠として創立した。その終末は諸説あるが大政奉還が行われた1867年までとされる。徳川家が将軍職を世襲したことから徳川幕府ともいう。安土桃山時代と共に、 後期封建社会にあたる。江戸時代初期に行われた大御所政治に関してもここで述べる。徳川家の当主が正にいない大臣権右大将に上任され、正意大将軍に任じられて260余りの武家、大名と主従関係を結び、彼らを統制するという制度は1600年代後半までに確立された。その将軍の政府を幕府、侵入している。 大名家を、藩、さらに両者が複合した権力の体制を、幕藩体制と一般に呼んでいる。ただし、幕府及び藩の語は、幕末期に広く使用され、現在も歴史用語として定着しているものの、江戸時代を通じて使用されていたわけではない。それまでは、将軍の政府は、抗議、後編などと漠然と呼ばれていた。幕府の指揮及び周期については、 諸説あるが、聖意大将軍の任官時期に着目する場合には、家康が初めて将軍職に任じられた1603年3月24日から、いわゆる王政復古の大号令によって15代将軍、徳川義信の将軍職辞任が直去され、合わせて幕府の廃止が宣言された1868年1月3日までとなる。 周期には他にも1867年11月9日に、吉信が大政奉還を行ったとき、1868年5月3日の江戸会場とする説もある。徳川将軍家が実質的に日本を支配したこの260年余りの期間を一般に江戸時代と呼ぶ。江戸幕府は日本の歴史上鎌倉幕府及び室町幕府に続く。 仏家政権である。初代将軍、徳川家康幕府の支配体制は、幕藩体制と呼ばれ、将軍の政府である幕府と将軍と主従関係を結んだ大名の政府である藩で構成されていた。将軍は大名に対して、主因状を与えてその治療を保障し、大名は当該治業内において、独自に統治を行う権限を一定程度有した。なお、 藩の語が交渉として用いられるようになったのは明治時代のことで公文書では寮、寮文、あるいは寮地などが使用された。交渉としての藩は1868年に交付された生態書によって設けられ、1871年の廃藩地権によって廃止された。江戸幕府の支配においては将軍と大名の主従関係を確認するための軍役として、 各藩大名に対して、参勤交代や、追記、治水工事などの手伝い武神が課せられた。初代家康、三代家光、五代綱吉、八代吉宗、十一代家成など、申請を行ったとされる将軍も存在するが、基本的に政治の多くの部分は老中をはじめとする、幕閣に委ねられた。権力の集中を避けるため主要な役職は、複数名が配置され、 一ヶ月交代で政務を担当する月番制を導入し、重要な決定は合議を原則とした。上地の最高職である老中及び臨時に置かれる大老、その補佐役である赤年師よりは不代大,大名から選任され、大目付、三部行等の要職には不代あるいは旗本が当てられて実務を担った。幕府組織は後期にはその全貌の把握が困難で、あるほど、 巨大化、複雑化し、幕末には、老中の月番制を廃止して、国内事務、会計、外国、陸軍、海軍の各総裁を専務する等の改革が行われた。幕府は、抗議として、国内全体の統治を行うとともに、自らも一大名として、両分を支配し、京都諸市大、大阪城大、援国奉行、軍大、大官などの地方官を設置した。 家康の時期に勘定奉行が取り仕切る勘定法が設置されたが、財政は安定しておらず、赤字などによりしばしば幕政改革が行われた。幕末の1866年にはすでにイギリスのオリエンタルバンクの支店が横浜に設立されていたと言われ、幕府は徴収征抜のため、同年同銀行と600万ドルの借款契約を締結した。大名は、 以下のように分類された。この分類は、政権内の権力において大きな差となっていた。特に、幕府の要職にすべて不代大,大名を持って当てたことは、鎌倉幕府、室町幕府からの大きな転換であった。鎌倉、室町幕府においては、時によっては、将軍家、執権すらしのぐほどの有力ご家人、守護大名が養殖についていた。 また、豊臣政権末期の五大老制は、有力大名による集団指導体制であり、戸様大名である徳川家康の政権三奪を防ぐことができなかった。これに対して、江戸幕府では、古代大,大名が幕府の養殖を独占していた。もともとは豊臣政権時代に一大名に過ぎなかった、家康のさらに進化であった。 普代大名は、さほど有力ではない小大名が中心であり、徳川家以外の他の有力大名は、地方を統治する戸様大名として、中央政権の要職につくことがなくなった。つまり、将軍個人の独裁体制ではないものの、徳川家という枠組みにおいて、独裁体制を敷いていたのである。またこのことにより、あまり政治に関与しなかった将軍であっても、 幕閣の完全な区別になることはなく、政権の散脱も未然に防止することが可能となった。しかしながらこれは、審判や有力とざま大名が幕閣よりも、目上の立場になることを意味し、幕末期において問題点として紛失することとなった。当時の大老である、井伊直助は強権を持って反対者を弾圧したが、その報復である、桜田門外の変に倒れ、 以降の江戸幕府は諸大名の統制が困難になり、大政奉還及び江戸会場を迎えることとなった。小川御用都次にはもともと高級旗元の役職だったが、拝命後ある程度の時を経てから大名に取り立てられる場合が多かった。以上が幕政の首脳。このうち幕閣と呼ばれたのは、大老、大老閣と老中、老中閣で、側用人。 小川雇用取次は、時代や個人によってその権限に、大きな差があった。初対有役と、紛役を、天保年間諸役大概順によって列記、これに支配関係と試行籍を参考として添えた。なお、諸役大概に記載があるものの、それが役職であるか、世襲職であるかが不明瞭なものについては、これを省いた。将軍大老。老中 小川わ人小川御用取わごようとりつぎ、ごそばしゅう。ごにわばん。るすきょるすきょこうよよりき。るすきょどうしん。ぐそくぶぎょうぐそくぶぎょうくみがしら。ぐそくぶぎょうどうしん。てっぽの者。鉄砲ダンスだんすぶぎょうす 鉄砲ダンス奉行組頭。大ダンス方鉄砲ダンス奉行同心。小ダンス方鉄砲ダンス奉行組頭。小ダンス方鉄砲ダンス奉行同心。弓矢やり奉行、弓矢やり奉行組頭。弓矢やり奉行同心。幕奉行幕奉行同心。幕奉行,行,行中間。富士見放送番頭、富士見放送番組頭。 富士見宝蔵番手。天守番頭天守番組頭。天守番手。裏門切手番頭、裏門切手同心。御大様広志式番頭御大様、広志式番手御大様広志式金和者。御大様広志式新常番。五連十様広志式番頭五連十様、広志式番手五連十様広志式金和者。五連十様広志式新常番。 新物取り継ぎ版と、新物取り継ぎ版新物取り継ぎ花版。伊賀州組頭広時期天版。伊賀州。民屋式版伊賀社組頭民屋式版伊賀社。民屋式版町役。民屋式版勘定役。奥日の番。中間と中間組頭中間。後家後家肝居。標高家。五三強画廊。 大番頭、大番組頭大番手。大番頭よりき大番頭同心。江戸町奉行町、奉行所よりき内よりき、曜部屋付付同心。年番方よりき、年番方同心。年番方物書き同心。本所方よりき本所方同心。本所方過去。 養生所見回りよりき、養生所見回り同心。牢屋見回りよりき、牢屋見回り同心。銀味方よりき、銀味方同心。社長専用方人別長係よりき、社長専用方人別長係同心。鉱石見回りよりき、鉱石見回り同心。町引けし人足改めよりき町、引けし人足改め同心。風列回り中夜回りよりき。 風列回り中夜回り同心。霊総形よりき霊総形同心。町会所係よりき超会所係同心。低橋係よりき定橋係同心。鼓動吹き書見回りよりき、鼓動吹き書見回り同心。市中取締書式長係よりき、市中取締書式長係同心。猿屋町会所見回りよりき猿屋町。 会所見回り同心。お魚青物お高いさ耳がかりよりき。諸遁や組合最高がかりよりき、諸遁や組合最高がかり同心。非常取締りがかりよりき、非常取締りがかり同心。人足寄せば正しがかりよりき、人足寄せば正しがかり同心。小石会所見回りよりき、小石会所見回り同心。外国がかりよりき、 外国係同心。開港係よりき、開港係同心。徴兵係よりき、徴兵係、同心。当番方よりき、当番方同心。五国駅五四報度係よりき、五国駅五四報度係同心。書式潤沢係よりき、書式潤沢係同心。書式地下係よりき、書式地下係同心。 外国人居留地係よりき、外国人居留地係同心。長奉行所同心、恩密回り同心目明かし。岡引き下引き。定長回り同心目明かし。岡引き下引き。臨時回り同心。下馬回り同心。門前回り同心。お出ましおとばり係同心。定職役同心。 引きまと役同心。定中役同心。両組生命係同心。中間小物。牢屋奉行、牢屋同心鍵役。数役。大役。小頭。世話役。書役本牢陶番、百姓牢陶番、牢屋下男。牢屋医師。本所道役。小石川養生所。 江戸町年寄り江戸町、名主自身版。江戸町地割役。江戸町美消し。江戸頭、江戸。非人等非人。大阪定番大阪、破損並材木奉行大阪、破損並材木奉行手代。大阪愚足奉行大阪、愚足奉行同心。大阪鉄砲法、大阪鉄砲法同心。大阪弓矢奉行大阪弓矢。 奉行同心。大阪鉄砲奉行。大阪鉄砲奉行同心。大阪カバン。大阪城目付。大阪選手大阪選手、よりき。大阪選手過去。大阪町奉行。大阪町奉行所よりき同心支配よりき。自社役よりき。地方役よりき。川役よりき。石役よりき。金役よりき。 酒改め方よりき、三倉目付よりき、不審役よりき、誤解物役よりき、塩素役よりき、糸ワップよりき、極意役よりき、引けし役よりき、盗賊改めよりき、結晶役よりき、縁国役よりき、手町回りよりき、 動物方寄り木。流人役寄り木。目安正門役寄り木。道府地改め寄り木。大阪町奉行所同心。火薬道沙田わら物係かり道。諸子用町役同心。火薬函館会所係同心。火薬函館産物会所係同心。兵庫西宮上勝方同心。物掛役同心。 盗賊書後役所ただし詰め方同心。盗賊取り方同心。勘定奉行勘定組頭。鷹の型組頭。本女郎屋敷取締役。留役勘定組頭。表情書番。表情書類。金奉行。切手手型改め。倉奉行。林奉行。油漆奉行。 川船改め役。大阪金奉行。大阪蔵奉行。二上造奉行。金利入踊り調べ役。金座。銀座。銅座。銅座鉄座。新中座。主座。銭座。軍代。大官。勘定銀美役。勘定銀美役改め役。勘定銀美役。改め役並み勘定銀美役。 下役当分出役。作事奉行京都、大工東京都大工東領、京都大工。大工東大、公益の者。作事家奉行、作事家奉行手代。作事家奉行書記役。畳奉行、畳奉行手代。畳倉門番寺人。債倉所等、細工倉組頭、細債倉童心。細工倉勘定役頭取。 細工書勘定役。細工書勘定改め役。細工方改め役。細工方、抱え入り。作字方悲観作字方、勘定役。作字方、小役。作字方手台、作字方書記役。作句方低負振動心組頭。作字方低負振動心。作字方手大句組頭。作字方手大癖は役。 作字方敬語や門番人。飾り投領作字方大統領小賀投了。詳細区奉行詳細区奉行手代。河原奉行。植木奉行植木奉行手代。植木奉行同心。作字方には作。不信奉行。小不信支配。旗奉行。槍奉行八王子線。 人頭千人同心組頭千人同心。留守巨番。大目付、結書物奉行。肝入り坊主。終門改め、火薬人別帳改め。道中奉行。仏器礼文言帳改め。日記帳改め。重利司法鉄砲改め。交代寄り合い。い寸布上大寸布部具奉行。寸布定番。 駿府城定番目付け。久能山総門番。久能山総門番目代。駿府下番。駿府町奉行。金利付け。仙洞付け。京都町奉行。京都町奉行所よりき。増式。江田都市より。秀院年市より。伏見奉行。長崎奉行。奈良奉行。奉行伊勢山田奉行。 日光奉行、東映三木台。堺奉行。浦賀奉行。新潟奉行。佐渡奉行。函館奉行。羽田奉行。甲府金番支配。兵衛士。奥衛士。若年寄りお広じき用人。隙屋坊主頭。同胞東奥坊主頭。うまい方。飯バーツ。 馬よ馬方。馬がいし頭。矢場奉行。書物奉行。駒場役園厚。小石川役園奉行。吹上奉行,吹上,奉行吹上天奉行。浜、五天奉行浜五天天奉行。全奉行。まかない頭。ゼゼ台所頭。奥ゼゼ台所頭。表台所頭。 西の丸瀬世代所頭。西の丸表大所頭。科学者。転訳頭。評判外科。評判医師。奥外科。奥張治む。奥医師。奥口会師。奥眼科医師。寄り合い医師。おまみ医師。小石川養生所医師。天文方。林大学頭。 学問書奉行、学問書詰め受舎。番書調べ書等取り。奥受舎。表有筆組頭。奥有筆組頭。新物版。腰物奉行。難度頭。西の丸書役西の丸る水西の丸裏門番頭。五三京付小役。屋敷、改め並新地改め。二の丸る水 戦士頭。飯舟役。中川番。火付盗賊改め。勝ち頭。小十人頭。取り見組頭。高城支配。出荷の伏見回り役。本所深川出荷の伏見回り役。使い番。目付と目付組頭。小十人目付組頭。中間目付。解役。 おしだいこ役。掃除頭、たま。ちょうちんぶぎょう。中華頭、籠頭、黒かごくろくわあたま。小人とう。ひょうひの番組頭玄関番、げんかんちゅうのくち転送てんそうやしきばん。はまぎんみ役しょうふしんかたあらため役にのまるびの番台だいどころ 目付支配無役世話役。手引き師役。先手弓頭。先手鉄砲頭。鉄砲肩。持ち筒頭。持弓頭。鉄砲百人組頭。湘南土峠。古頭取。中奥番。中奥五章。古生組番頭。初因番頭。新番頭。 小不信奉行。奥詰め衆。公部署奉行。材木石奉行。軍艦総連書頭取。奏者版。自社奉行、吟味物町駅。紅葉山火の版。紅葉山お宮お玉屋付坊主。紅葉山高森坊主。紅葉山掃除の物組頭。浸透方。学人方。 伝菓子。小所。将棋所、大西慶、青切役。京都諸子大、京都軍大、二条城門番の頭。二条城五天圧。二条城鉄砲奉行。大阪城大、駿府城久能山東照宮江戸幕府を開府した初代将軍、徳川家康は、前六百五年に将軍職を、この徳川秀忠に譲り大御所となり、 寸府城に隠居城を構えた。大御所となった後も家康は現役将軍の権威に配慮しつつも政治を主導し大御所政治を行った。主に西国政策を中心に外交、内政への指示、法令起草など江戸幕府と連携した政策が行われた。1616 16年の家康の死去により政権は江戸に統一された。寸府政権下では、 豊臣家との大阪の陣、一新数伝による、武家諸派と、近中並区下諸覇都起草など、江戸幕府の支配体制が築き上げられた。幕府御金改め役の後藤正三郎光次が表した駿府政治力が残されている。秀忠のいる江戸では主に東国に対する政策を行った。秀忠が政治を実際に取り仕切るようになったのは、家康の死後からである。一方で、 幕府内の軍権は秀忠により増強、統制され、財政も段階的に駿府から江戸へ移管された。幕府では主に譜代が登用された。ありがとうございます。